ケンイチです。動画のご視聴ありがとうございます。今日も S660 に乗ってドライブをしています。今日はですね、兵庫県の相生という場所に向かっていきます。兵庫県の相生に何をしに行くかと言いますと、いろいろあるんですけども、牡蠣を食べに行くっていうこととかですね、牡蠣時期じゃないみたいなんですけども、でもちょっとね、食べたいなっていうのがあって、行ってみたいなっていうことで行くのと、あとはですね、新幹線をですね、見に行くっていう。なんで新幹線を見に行くのに相生に行くのかっていうのはまたおいおい話そうとは思いますけども、その2つをですね今日はやっていこうと思います。ちょっとカメラの方からガタガタと音がしておりますが、これちょっとマウントが鳴っている音です。僕が持っている道具だとですね、 S6 の振動に対してやっぱりこういう音が入ってしまうので、ちょっとお聞き苦しいところはお許しください。先ほど相生という場所に行くとは言ってたんですけども、相生周辺という感じになりますね。兵庫県のどちらかというと南の方ですね。姫路ぐらいから立つの、姫路の隣に立つのという場所があって、相生という場所があって、そして赤穂があって岡山っていう感じになってるんですけども、結構もう岡山寄りのところに行く感じになります。時間が今ちょうど9時っていうところなんですけど、もうちょっと早く出かけたかったんですよね。でももう日頃の疲れがちょっとしんどすぎてですね、もう全然起きられずですね、のんびり用意をして、気がつけばこの時間っていう感じになってました。ちょうど横に中国道を走ってますし、この先宝塚のインターチェンジっていうところがあるんですけど、そこから乗れば高速道路でさっと移動できるんですけども、なんとなく下道の方がですね、S6さんと走るのは楽しいなという感じなので、できるだけ高速道路は使わずに行こうと思います。ちなみに高速道路を使うと1時間ちょっとで行くんですけど、下道で行ったら2時間半以上はかかるかなという感じです。まもなく道の駅陽子という場所にやってきました。ちょっとね、これまでなんか休憩する場所がなかなかなくって、コンビニとか入ればいいんでしょうけど、この道の駅応募でトイレ休憩をしようと思ってたんですよね。ちょうどもう9時過ぎてるんで、店も開いてるかもしれないという感じだったので、寄ろうと思ったんですけども、車が待っててですね、ここが入り口っていうのが分からずにですね、入ることができませんでした。まだまだお手洗い我慢の旅が続きそうな感じとなります。今回の旅もナビは iPhone に頼ることにしました。前回、京丹後に行った時ですね、iPhone のナビがすごく良かったので、今回も iPhone のナビを検証してみることにします。道の駅で取りに行こうと思っていたので、実は我慢が限界です。ここからですね、近くに道の駅三木という場所があったので、ちょっとそちらの方にですね、寄ってトイレに寄らないともうやばいので、トイレに行くことにしました。マニュアル車に乗ってる時にトイレ我慢してるとですね、クラッチを踏むたびに限界みたいな感じになるんで、ちょっとこういうところはですね、マニュアル車の欠点ということになるのかもしれません。さっさとトイレに行ってしまえばいいだけの話なんですけども、まもなく道の駅三木に到着です。ここに便利そうな駐車場があるんですけども、第一駐車場とかですね、施設に近い駐車場には止めません。なぜかというと、ぶつけられると嫌だからです。ちょっと離れた場所でも広いところに止めてですね、周りに車がいないところを選んで駐車します。道の駅三木に到着しました。もうとりあえずですね、トイレに一目散に行こうと思います。まずトイレに行ってすっきりしてからですね、ちょっとだけうろっとしようと思います。最近自動販売機になんかハマっちゃってて、自動販売機が並んでるとなんか面白いのあるかなと思って、ついつい見てしまいます。
ちゃんと見れてないだけかもしれないですけども、変わったやつはなかったので、とりあえず水を買うことにしました。これね、水分補給うっかり忘れて水飲まないと脱水みたいになって途中でしんどくなっちゃうんですよね。もうちょっと意識的に水飲まないとダメだなと思って、とりあえず水は1本常備するようにしてます。道の駅ミッキーのこの販売所もですね、結構大きくていろいろなものが売ってるなと思って、なんかあるかなと思ったら、山田錦を使ったソフトクリームがあるっていうんで、ちょっとこれ面白いなと思い、店内に入ってですね、山田錦のソフトクリームですか、買おうと思ったんですけども、カウンターじゃなくてレジの方に行ってくださいって書いてあって、そしたらレジがいっぱいだったんですよね。小心者なのでソフトクリーム一つということができずですね、諦めて次の場所に行くことにしました。すっきりしたところでまたアイオイを目指して走っていきます。道の駅ミキに入った代償が一つありまして、まあナビがですね案内してくれてるんですけども、もうこの道ですね、この先通り抜け困難と書いてあるんですけども、もうこの道に行くしかないんですよね。このまままっすぐ行って国道175号線に戻るとだいぶ遠回りをさせられるので、もうこれはですね、トイレを我慢して道の駅ミキまで我慢した自分が悪いと思いですね、諦めて狭い道を行くことにしました。本当に狭くて前から車来たらどうしようかなと思ったんですけど、まあ S6 さんだったらですね、サイズはそれほど大きくありませんし、まあ余裕ではないですけど、すれ違いできる場所ぐらいあるだろうということで、まあこの道を進むことにしました。対向車が来ることなく県道の方までたどり着くことができました。こういう時は運がいいなと本当に心から思うものです。広い道が見えるとホッとするんですよね。県道20号線兵庫県の三木市を走っていますけども、左手にすごく人が並んでいるお店を見つけて、これは何だろうと思って、まあ、この場は分からなかったんですけど、後々調べてみるとミートショップ中尾というお肉屋さんだそうです。金曜日と土曜日しか開かないそうで、いろいろ口コミとかを見てるとスーパーの3分の2ぐらいで美味しい肉が買えるっていうことで、並ばないとなかなか買えないお店らしいですね。やっぱりああいうところを見ると気になってしまいますよね。思わず並んでみそうになりました。ただ並んでお肉を買ったところで冷やすものというか冷蔵庫みたいなものはありませんので、腐ってしまって家に持ち帰ったとしても食べれるもんじゃないことは確実です。しばらく走りましたら高速道路の入り口みたいなところにナビに案内されてですね、ナビといっても iPhone なんですけども、その iPhone のナビはですね、高速道路を通らない、有料区間を通らない設定にはしていたんですけども、この道路を通ることになってですね、これはお金がかかるのかと思って、一応 ETC カードを入れているんですけども、ここはですね無料の道路ということになってます。バイパス道路です。この道路は東播磨南北自動車道という自動車専用道路になっているようです。そしてこの道路はですね、時速80キロまで出していいということで、もう高速道路ですよね。無料の高速道路みたいな感じですごくいいですね。大阪でいうとですね、阪神高速という都市高速がありますけども、あそこが制限速度60キロの区間がほとんどということになりますので、そこよりも快適に走れる道路ということになって、しかも無料ということになるので、これなら高速道路に乗らなくてもいいよなみたいな、そんな気分にさせられます。東播磨南北道路の加古川中央ジャンクションというところになります。ここからはですね、加古川バイパスの方へと道を変えていきます。加古川バイパスというのは国道2号線ということになりますので、これからですね、交通量が増える道を走っていくのかなという、そういう感じになります。加古川バイパス、姫路バイパスと道を変えて走っていきますけども、これは国道2号線ですよね。もうここが国道っていうことがですね、素晴らしいですね。もう高速道路です。制限速度こそ60キロ70キロといったところだと思うんですけども、まあもう速度域で言えばですね、他の車を見ているともう高速道路と変わらないぐらいの速度で走っているなっていう感じです。まあ、本当に高速道路いらないですよね。無料の高速道路です。空いてさえいれば簡易的に走ることができます。これでですね、だいぶ時間の短縮をすることができそうです。
国道2号線のバイパス道路はそれほど混雑することもなく、まあ、いよいよですね、最初の目的地付近までやってくることができました。まあ、もうちょっとで海が見えてきて景色が綺麗だろうなと思ったらですね、やっぱり雨が降ってきました。まあ、今日雨が降るかもなというのは思っていたんですけども、まあ、このタイミングで雨が降ってくるっていうのはさすが自分だなと思って感心をしております。瀬戸内海が左手に見えてきました。まあ、もうなくですね、最初の目的地道の駅三津に到着です。まあ、この辺りの道を走りながらですね、道の駅ブラブラして、で牡蠣を食べてみたいな感じのことを思っていたので、まあ、最初はですね、道の駅三津という場所に寄ってみようと思います。このガードレールがスケスケタイプのやつだとですね、 S63 の低い車高からでもですね、左手を見ると瀬戸内海の海を楽しむことができます。駐車場は当然ながら人の少ない方に止めちゃいます。道の駅三津にやってきたのは、下調べした時に美味しそうなレストランがあったからなんですね。とりあえず店内に入ってみることにしましたら、美味しそうな貝類がですね、いっぱいありました。サザエとかですね、牡蠣ですよね、やっぱり本場だと思うんですけども、がありまして、あとは文鮮アラですよね。ご飯の上につけて食べる海苔の佃煮なんですけども、小さい時によく食べました。このあたりですね、辰野市が発祥の地になっているんですね。レストランで食事をしようと思ったんですけども、人が本当にいっぱいで、平日だったんですけども、お昼時にかぶってしまったので、まあ、諦めてですね、海岸があったので、こちらの方に行って、ここでお茶の時間にすることにしました。子供を連れてきてもですね、この海岸っていうのはすごくいいんじゃないでしょうか。奥に牡蠣の養殖場が見えております。道の駅三津を出発しまして、次に向かっていくのは万葉の岬というところです。瀬戸内海の絶景を楽しんでみようと思います。ここら辺を走っていると牡蠣屋さんがあちらこちらにあるので、どこに泊まっていいかがちょっと悩んでしまいますよね。生の牡蠣を買うというよりかは、調理された牡蠣を買ってその場で食べたいみたいな感じだったんで、ファストフード感覚で食べれるのがベターだなと思って探してます。窓からの景色が撮れないかなと思って窓の方にカメラを向けてみましたが、残念なことにですね、やっぱり映っているのはガードレールといった感じです。この奥にですね、ちょうど牡蠣の養殖をしている場所が広がってるんですけどもね、ちらちらと見えますが、やっぱりよくわからないといったところです。これが残念でした。でもこれが S6 の横から見る景色です。ガソリンが2メモリに足るかな。この先どこにガソリンスタンドがあるかわからない状態でですね、残念なことにガソリンがあと2メモリとなっています。地元だったらそれほどビビらないんですけども、さすがに知らないところでだとちょっとビビっちゃいますよね。でも万葉の岬の方は1キロぐらいでここから寄れるということなので、往復寄り道してもまあまあせいぜい3キロぐらいのもんだろうということで、万葉の岬の方ですね、ガソリンを気にせずに行くことにしました。万葉の岬の方までは細い道が続いていきます。まあ、細い道といってもすれ違うのにはそれほど困らないような道ですが、くねくねとした道が続いていきます。ゆっくりと山じゃないですね、ゆっくりと坂道を登ってきます。
万葉の岬のですね、上まで上がってきました。この先に海を見ることができるポイントがあります。この先に駐車場があったのでこちらかなと思ったら、ここはですねホテル専用ということでちょっと止めることができないみたいなんですよね。ですのでちょっとここに止めるのはやめて、ぐるっと回って違うところに止めることにしました。わーめっちゃ綺麗やねんけど、やっぱ行きたいな。ここだったらホテルに関係のない駐車場ということみたいなので、こちらの方に止めて景色をですね眺めることにしました。今回の動画の目的、新幹線と牡蠣までお届けしようと思ってたんですが、時間がですねめちゃくちゃ長くなってしまったので一旦動画をここで終わらせていただきます。ただいまガソリンは2メモリ無事にたどり着くことができるのかというところですけども、その様子は次回です。それではここまでのご視聴ありがとうございました。